こんにちは、皆さん。私は横山恵子と申しますが、お花を教えてるときは、草業者という名前で教えています。生け花についてお話ししてくださいということですが、いけばなというのは、日本の固有文化の、歴史を一つ話さなきゃいけないんですけれども、皆さんは、いけばなっていうと床の間に飾るお花だと思っている方が多いと思います。だけれども、今は日本の住宅には床の間のあるうちは固有住宅しかなくなりました。皆さんマンションに住んでいますので、それから生活様式が変わってきてますので、昔の床の間のある、お家は少なくなってます。ですから、お花も当然床の間から離れて、今は壁を、あるいは生活習慣の中に生かされているお花になっています。大抵は壁を、背景にして、あるいはコーナーを背景にして、小さな花を生けるとか、邪魔にならないように生けることが、習慣になってます。そういうことで、今日は生け花でも大きなお花じゃなくて、生活に必要な小さな花をご紹介いたします。それでよろしいですか？皆さんも楽しく生けられましたか？こんな花が、
お部屋の中にあると楽しいでしょう、きっと。あの皆さんも喜んでいけていただきますように、今日はこれで終わります。さようなら。